キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、優勝するためのキーマン、はい、今日はオリックスバファローズ編、はい、ありません、さよなら。ないんですか？いや、もう3連覇してんねんで。いや、でも3連覇、3連覇してますよ、うん、でも戦力抜けてるじゃないですか。抜けてるけど、どうせ勝つんやろっていう。ていうか、このね、このキーマンは、はい、うん、オリックス、阪神が一番最後なのよ、はい、パ・リーグ戦、まあ、優勝チームだからね、はい、今どうなってんだろうね。そうですね。あ、とりあえず開幕前に言うけどね、はい、キーマンで言って、まあね、箱間さんが言うように山本、山崎、サッチが抜けてるから、うん、やっぱね、田島の10勝はやっぱりマストでいるんちゃうかっていう。まだ田島が10勝したことないのよ。あ、そっか。ここまで昨年6勝、2023年6勝、22年9勝、うん、21年8勝、うん、で20年4勝、19年3勝、18年6勝と、うん、まだあの2桁勝ったことないんだよね。本当だ。って考えると、うん、まあ、山崎幸也も抜けて、もうだってね、うん、田島ももう柱になってこないといけないから、はい、そんで連覇って考えると、やっぱ田島の10勝は、うん、マストノルマになるんちゃうかなっていうね。そうですね、うん、で言えば3番手、2番手、3番手ぐらいのも立ち位置ですもんね。そうだね、うん、だから宮城とかがね、もう勝つのはもう当たり前だから、うん、逆に言うとどこまで伸ばせるかなっていうね、うん、昨年が、まあ、10勝、11勝、13勝だから、で去年も貯金6とね、うん、まあ、どこまでこの貯金を伸ばせて勝ち星伸ばせるかなっていうところはね、ポイントになるけど、はい、そんな2桁するかせえへんかをね、うん、心配するとこじゃないよね。基本まあ10は勝ちそうだなっていうね、うんうん、あとやっぱり山下俊平太、怪我なく1年だね。そうですね、うん、怪我なく1年いければね、うん、去年も9勝3敗だから、うん、まあ、で16試合だから、はい、あとね、8試合ぐらいプラス投げたら、うん、たらまあ15は行くんちゃうな、普通にできれば ね、うん、13、4は普通に固くいけそうですね。だここは山下も怪我なく1年できるかどうかっていうところと、やっぱ東がどこまで頑張れるかでね、うん、去年は負けなしで6勝か、うん、6勝、ね、で終わったけども、まあ、今年ね、うん、どうなるかっていうところで、うん、まあ貯金5はいるやろ、5、まあ、去年で6ですからね、うん、うん、そこはまあ必要になってくるんちゃうかなっていうね、うん、であとはね、でも日帰りで使うからね、だからそこら辺は多分、ね、その東、山下、宮城、田島ぐらいは、うん、多分よっぽどのことがない限り、夏休みとかあるにしてもローテーションを外れていくっていうことはないと思うんだよね、はい、4人固いですね、うんうん、で次はそうやな、山崎総一郎、はい、最多ホールド、おー、まあ、普通にやったらありえそうですからね、うん、もしくは最多セーブね、うん、まあ、抑え平野だと思うけど、まあ、どうなるか分かんないからね、はい、ここら辺ができればこれでもピッチャー陣いけるんちゃう、あとはもう楽しくやればいいんちゃう。今あれですか、山本投手の貯金10と、うん、山崎福也投手の貯金6だったかな、だって2人で16ぐらい貯金去年してるんですよ、うん、それもう埋まりました今だって、うん、まず山下、そう、山下で、はい、あと貯金5は増やせんで、はい、1人で、はい、で、うん、田島が10勝てれば、うんうん、そしたら貯金3ぐらいはなると思うね、うん、増えますかね、うん、でそしたらもう8でしょ、うん、であと8個でしょ、8個で宮城があと貯金は3増やせるから、はい、で11でしょ、うん、であと5個でしょ、うん、であの曽谷が1本立ちしてきて、はい、でムクドキとか、はい、でそこら辺が貯金あの2個ずつぐらい増やしていけば16個カバーできるから、うん、あ、まあ、みんなでカバーしようっていうところで、そう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 、うん、だから大きく貯金作るのは山下俊平だと、まあ、宮城が大きく貯金作ってっていうので、うんうん、はい、あとはちょこちょこ2個とか3とかで詰めていければ、うん、まあまあまあ補えない戦力じゃないんで、はい、そこはまあいけるんちゃうかっていうね、うん、ところで、はい、でリリーフがねうまく回ればね、うん、勝ち星も増えていくしね、はい、ただ打線は去年は頓宮の首位打者っていう ね、 そうですね、いきなりの格言があったから ね、 はい、これはね、そこがあの吉田正尚を補ったと言っても過言じゃないんだよね、うん、はい、ってやった時にやっぱやらなきゃいけないのは紅、うん、林のベストナインだね、はい、うんうん、これが取れれば、うん、あれまだ去年とか取ってないんでしたっけ、取ってない、そうか、うん、だからここが大事やっていうところと、うん、だから頓宮選手がもう2年連続で同じぐらい3割打つか分かんないですよ、そうだね、はい、頓宮が規定打席到達もこれ結構大事だと思うんだ、うん、大事だと思う、打てなくなると規定打席いけなくなるじゃん、うん、だから頓宮の規定打席だね、はい、規
先発に行くってことは昨年と同じじゃなくてもそれにファーストだからね、うん、それに準ずる形で結果できてると思うから、うんうん、だから頓宮の規定打席到達は大事になってくるんじゃないかな、うん、はい、あと西川が元気で1年離脱なく、はい、ここも、うんうん、大事だと思うんだよね、はい、でもそれぐらいじゃん。だってあとね、うん、去年でもそんなびっくりするような成績、うん、誰かが残してるわけじゃないじゃん。そうなんですよ。で結構流動的だったりもするし、固定される、だって去年も固定されてた、出てたの若月森と、まあ、森も途中 いなかったもんな、うん、で紅林と中川と頓宮だけやろ、あと宗か、宗、うん、だから宗も怪我なく1年だね。やっぱ守備 の、はい、あの貢献度でかいからね、はい、去年ちょっと打たなかったからもうちょっと打ててもね、うん、いいと思うけどね、うん、森選手はいいですか、ん、条件森、はい、そこそこ打つやんその結局ね、うん、結局じゃあ普通にやってくれと、そうそう、で森がいなかったとしても、うん、カバーいるから、まあそっか、若月がキャッチャー出ないとか、はい、で今年は西川も取ってきたし、うん、いうところでカバーはいるから、うん、だからそこまでじゃあもう絶対こんだぐらいとかはないですね。替えが効かないってなるとね、うん、そこらへんかな。そうですね、うん、頓宮が規定打席、紅林がベストナイン、はい、で西川が元気で1年、うん、できれば行くんちゃう、はい、そんなあとはそれなりにやるやろ。そうです、ね、この選手が頑張ってくれないと負けちゃうよっていうのがオリックスにないやん。だからちょっと難しいよね。そうですね、うん、ヤクルト村上みたいな感じじゃないですもんね、うん、だから一人におんぼに抱っこで頼り切ってるっていう打線じゃないから、うん、いろんな選手も出るし、いろんな選手も一軍に上がってくるし、うん、ね、その都度調子にいいやつ使うし、うん、なんか誰かがいなきゃ困ることもないやん、はい、正直で西川もいない中で3連覇してプラスアルファだから、はい、いなきゃ困る、いた方が勝つチャンスあるけど、うん、いなきゃ困るわけでもないしな、まあ、吉田選手抜けても優勝しましたしね、うん、だからそこをね誰かがカバーできるっていうところになってくる、うん、だから今年ちょっと頓宮落ちてもそこを西川がカバーできれば、うん、はい、吉田、頓宮、西川と、うん、その打のカバーができるから、はい、なんかそんな固執してないところがこのキーマン難しいよな。うん、そうですね、カバーしてピッチャーも抜けた分みんなでカバーしてってやったらね、またいい感じでいくかもしれないし、うん、こいつそのだから層が厚いっていうかね、うん、いろんな選手が出るっていうところで、はい、なかなかちょっと難しいよね。そのそうですね、こいつがやんないと負けちゃうよっていうチームじゃないところがね、うん、だから逆に強いのかもしれないね、はい、なんかまあ、そこが強いさなのかな、秘訣なのかな、はいはい、トントン出てきますからね、うん、まあ、じゃあキーになるのは結局ピッチャーの田島投手が、田島はやっぱりその10勝はマストでしなきゃいけないのと、山下俊平だが怪我なく1年いったらまあ15勝ぐらいはするやろうっていうね。であとは山崎総一郎がタイトルを後ろで取れれば後ろも盤石になってくるから、そしたらなんか山本、山崎、幸也の穴を埋めれるんちゃうかっていうね。はい、はい、